ボツリヌス症は、ボツリヌス菌より酸性された毒素によって引き起こされる、神経と筋の麻痺性疾患であり、生命に危険が及ぶ場合もある。この病気は、衰弱、視力の霞、倦怠感、発話不良から始まる。その後に、腕、胸筋、足の衰弱が続く場合がある。嘔吐、腹部の腫れ、下痢も起こる場合がある。この病気は通常、 意識に影響を与えたり発熱を引き起こすことはない。ボツリヌス症は複数経路で蔓延する可能性がある。原因となる画法は土壌と水のどちらにも普遍的に存在する。酸素濃度が低くて一定温度の状態にさらされるとその画法がボツリヌス毒素を産生する。ボツリヌス食中毒はその毒素を含む食品を経口摂取した際に発生する。 乳児ボツリヌス症は、腸管内で画法が発芽して、同毒素を放出した際に発症する。これは通常、保護機構が発達しきっていない生後6ヶ月未満の小児でのみ起こる。創傷ボツリヌス症は、画法が傷口に入って酸素が存在しない場合に、毒素を放出する。これは依存性薬物を注射する、人々の間で最も頻繁に見られるが、 日本での報告例は2021年3月までにゼロ件である。人同士でこの病気が直接感染することはない。患者の体内より毒素や細菌を検知することにより、ボツリヌス症だと確定診断される。予防は主に適切な食品調理による。この毒素は摂取85度以上で5分超加熱すると破壊されるが、電子レンジによる加熱は有効ではない。 蜂蜜にはこの菌が含まれていることがあり、まだ腸内環境が整っていない生後1歳未満の小児に蜂蜜を与えてはならない。治療には高毒素を用いる。自発呼吸機能が損なわれた患者には人工呼吸器が数ヶ月間必要になる場合もある。抗生物質が相乗没離の症に対して使用される場合もある。風の統計資料によれば、 罹患者の子から10%が死亡する。ボツリヌス症は人間以外に多くの動物でも発症する。ボツリヌスという言葉はソーセージを意味するラテン語ボチャラスが由来である。ボツリヌス症の筋力低下は脳神経より供給される筋肉から始まるのが特徴である。そのため、副脂、眼喧下水晶、表情の喪失、炎化といった問題が生じる場合がある。 G 由筋への影響に加えて、自律神経障害も引き起こす、可能性がある。これは、口内乾燥症、起立性低血圧、そして最終的には、便秘を経験することになる。また一部の毒素は吐き気、嘔吐、発話障害なども引き起こす。衰弱はやがて腕や足へと広がっていく。重度のボツリヌス症は、呼吸筋の運動を低下させ、 そのためガス交換に支障をきたす。これは、呼吸困難として経験される場合もあるが、重度の時は吐き出されない二酸化炭素の蓄積と、その結果起こる脳への抑制効果によって、呼吸不全にまで至りかねない。これが処置されていなかった時には呼吸停止や死につながる場合もある。臨床医は、多くの場合、玉麻痺かつ下行性麻痺、発熱はない、意識も、 精神状態も、生命、という古典的な三大観点から、ボツリヌス症の症状だと考える。ボツリヌス症の乳児は、睡眠状態でない時でさえ目を開けることも動くことも、できない。鳴き声も弱々しい乳児ボツリヌス症は1976年に、初めて認識され、米国で、最も一般的なボツリヌス症の形態である。生後1年未満の乳児がこのボツリヌス症に、 かかりやすく、症例の九十パーセント以上が六ヶ月未満の乳児に起こる。乳児ボツリヌス症は、ボツリヌス菌画法の接種と、その後の症状における定着の結果として発現する。腸内微生物層の蘇生が、ボツリヌス菌と戦って、成長を阻害するのにまだ不十分であり、単純酸の濃度が高齢期のそれよりも低い場合、乳児の腸に菌が定着してしまう場合がある。 画法の発芽は、ボツリヌス毒素を放出し、これが後に血流に吸収されて全身に取り込まれ、神経筋接合部でアセチルコリンの放出を遮断することによって、麻痺を引き起こす。乳児ボツリヌス症の典型的な症状には、便秘、無気力、衰弱、接触障害、おかしな鳴き声などがあり、完全な加工性の士官性麻痺へと進行することが多い。便秘は、 乳児ボツリヌス症の最初の典型的な症状であるが、それは一般的に見ようとされている。蜂蜜はボツリヌス菌画法を含む食物として知られており、乳児ボツリヌス症につながるとされている。このため1歳未満の乳児に蜂蜜は推奨されない。ただし、乳児ボツリヌス症の多くの症例は、自然環境から画法を取り込んだことで引き起こされたと考えられている。 ボツリヌス菌は土壌中に普遍的に常在している細菌である。多くの乳児ボツリヌス症患者は建設現場や土壌拡乱した地域付近で生活していたことが実証されている。乳児ボツリヌス症は米国の50州のうち49州で報告されており、日本を含む5大陸26カ国でこの症例が確認されている。乳児ボツリヌス症は 長期的な副疾患を伴わないが、院内感染による合併症を起こす可能性がある。ボツリヌス症は呼吸不全の試しに至る可能性がある。ただし、対症療法の改善のため過去50年間でボツリヌス症で死亡した患者の割合は約50%から7%へと低下した。重度のボツリヌス中毒患者は時には数ヶ月に及ぶ。 人工呼吸器と集中的な医療介護を要する場合がある。退院後にリハビリ療法が必要な場合もある。ボツリヌス菌の顕微鏡写真ボツリヌス菌は、嫌気性生物のグラム陽性菌で、画法形成する肝菌である。ボツリヌス毒素は、最も強力な基地の毒素の一つで、約1マイクログラムの吸入が、人間にとって致死量となる。この毒素には、 体性神経系にある神経筋接合部のシナプス全膜から出る刺激神経伝達物質アセチルコリンの放出抑制を介して神経機能を遮断する作用がありこれが麻痺を引き起こす重度のボツリヌス症は胸筋を麻痺させることで呼吸不全を引き起こす可能性がありこれは呼吸停止にまで至り得る加えてムスカリン性神経シナプス全膜からの アセチルコリン放出が阻害される。これもまた常日の様々な自律神経兆候及び症状を引き起こし得る。すべての場合において、この病気は、ボツリヌス菌自体ではなく嫌気性条件に置かれた、同菌より産生される、ボツリヌス毒素によって引き起こされる。損傷のパターンは、最初に毒素が頻発刺激した神経に影響を与えるため、発生する。 ボツリヌス毒素による人体侵入のメカニズムには以下のものがある。西洋諸国における最も一般的な形態は乳児ボツリヌス症である。これは生まれて間もない時期に小腸内の細菌として定着してしまった乳児に発生する。この菌がやがて毒素を生成し、それが血流に吸収される。 生後1年未満に蜂蜜を摂取する行為が乳児ボツリヌス症の危険要因だと認定されている。これは症例すべての1、5を占める要因である。乳児ボツリヌス症の成人形態は成人長官定着ボツリヌス症と呼ばれるが極めて稀である保存が適切でない食品中の細菌から生成される毒素がボツリヌス食中毒の最も一般的な原因である。 酸味や塩味をつけずに漬け込んだ魚や高すぎる温度で保管された燻製魚には不適切に缶詰、瓶詰めされた食品と同様のリスクが生じる。ボツリヌス食中毒は低酸素状態でボツリヌス菌画法が発芽可能となった汚染済みの食物から生じる。これは通常適切な塩味や酸味を使わず不適切に調整された自家製の缶詰。 瓶詰め保存食品と発酵食品で発生する。複数の人がしばしば同じ資源から食物を摂取することを考慮すると複数の人が同時に罹患することは一般的である。症状は一般的に食後12から36時間後に現れるが6時間以内から10日ほどで現れることもある。総消没理の主症は最近による総消汚染から生じ、 やがて毒素を血流に分泌する。これは1990年代以降、静脈内への薬物使用者でより一般的となっている。総称ボツリヌス症が症例の29%を占める。一方、日本では2020年までに届け出例がない。ボツリヌス症の特殊な例は、実験室研究者による吸入後に記述されている。ボツリヌス症の症状は、 ボツリヌス毒素の注射部位から離れた部位で発生する場合がある。これには強度の喪失、視力の霞み、声の変化、死に至りうる呼吸困難なども含まれる。発症は注射後数時間から数週間で起こる可能性がある。これは一般的に化粧品の使用によるボツリヌス毒素の不適切な強さまたは運動障害の治療に使用される。 過剰容量が原因でのみ発生する。2008年の報告書を受けて、FDA はこれらの懸念を黒枠警告にして、追加した。この毒素は、ノストリジウム属のボツリヌス菌によって、嫌気性条件下で産生される、タンパク質、ボツリヌス毒素である。ボツリヌス菌は、甘ったんの画法を形成する大型の嫌気性グラム、陽性菌である。 血清学的には A から H の大文字で示される8つの細菌変種がある。これら毒素はいずれも同じように振る舞い、似たような症状を生み出す。運動神経末端では、アセチルコリン放出を阻害されて、弛緩性麻痺、視力障害、眼検下水、嘔吐、下痢、または便秘、痙攣、呼吸困難を引き起こす。ボツリヌス毒素は8種類の神経毒、ABC、 C1C2DEFG 型に分類され、抗原的かつ血清的に区別できるが、構造的には類似している。ヒトボツリヌス症は、主に AB 型及び F 型で引き起こされる。CD 型は、ヒト以外の動物でのみ毒性を引き起こす2013年10月、科学者たちは40年ぶりに、ボツリヌス症の新たな神経毒、H 型を発見したとのニュースを発表した。 しかしその後の研究では、H 型が F と A の各部分で構成されたキメラ毒素であることが示された。一部の方は特徴的な腐敗臭を生成し、肉を消化する。これらはタンパク質分解性と言われる。E 型と一部の B、C、D、F 型は非タンパク質分解性で、それらに関連する強烈臭がないため検出できないこともある。 この細菌はストレスを受けている時に不活性の画法を発症する。彼らの自然の生息地は土壌中であったり音側、湖、沿岸、海洋などの底に堆積する沈泥であり、一部の菌は哺乳類の長官に自然常在していて、その排泄物に存在する。画法は何年もの間、不活性な形で生存していられる。毒素は画法の成長にとって、 環境条件が好ましい時にこの細菌から産生されるが毒素タンパク質を指定する遺伝子は実際には細菌に感染するウイルスやファージによって運ばれる。残念ながら細菌内のファージ感染及び複製を制御する自然要因についてはほとんど知られていない。この画法は活性を得て毒素を産生するのに温かい温度、タンパク質、源の 日焼け性環境、水分を必要とする。野生では、植生と無脊椎動物の分解に温かい温度が、組み合わさると、ボツリヌス菌にとって、理想的な条件となり、鳥や動物の餌に影響を与える、可能性がある。ボツリヌス画法は、沸騰によって死滅しないが、画法から、ボツリヌス毒素を産生するには特別かつ滅多に、得られない条件が必要であるため、 ボツリヌス症は稀である。ボツリヌス症は運動ニューロンと筋肉細胞の間の通信を担当する神経、伝達物質アセチルコリンの放出を神経系内で阻害する。すべてのボツリヌス症の症状が麻痺をもたらし、これは典型的には眼筋から始まって手足に向かって広がる。重症になると、ボツリヌス症は呼吸筋の麻痺を引き起こし、 呼吸不全を引き起こす。この生命に関わる合併症に照らして、ボツリヌス症が疑われる症例はすべて医療緊急事態として扱われ、公衆衛生当局は通常その感染源を特定し、さらなる症例が発生するのを防ぐための措置を講じる。ボツリヌス毒素 A 型、C 型、E 型はスナップ25を切断し、最終的に麻痺を引き起こす。 乳児のボツリヌス症については、症候や症状の診断を行う必要がある。診断の確定は、マウスの生物学的毒性試験を含めたビニや肝臓標本の検査を用いて行われる。病歴と身体検査がボツリヌス症を示唆する人たちの中には、これらの手がかりが診断できるほど十分ではないものも多い。ギランバレー症候群、脳卒中。 重症筋無力症といった別の疾患がボツリヌス症と同様に見えることがあり、これらを排除するために特別な検査が必要となる場合もある。検査としては神経画像検査、脳脊髄液検査、神経伝導検査、重症筋無力症を調べるエドロホニウム塩化物試験などが含まれる。ボツリヌス毒素が食物、いや腸の内容物、 オートブツや瓶で同定された場合、確定診断を下すことが可能になる。この毒素は、急性期の症例だと血液中に時折見られる。ボツリヌス毒素は、酵素結合免疫吸着測定電気化学、発酵試験、マウスでの摂取試験や接触試験を含む、様々な技法で検知可能である。この毒素はマウスでの中和試験で分類可能である。 生体内生成毒素中毒のボツリヌス症では、その有機体が組織から培養されることがある。卵黄培地では、一般的に毒素酸性コロニーの表面が虹色に見える。細菌の栄養形態は、煮沸によって破壊されるが、画法自体は、通常気圧の沸点で死滅することはなく、自由に成長して条件が整った時に毒素を生成する。 乳児ボツリヌス症の推奨予防策は、生後12ヶ月未満の乳児に蜂蜜を与えないことで、ある。1歳以降の症に及び成人では、通常腸内細菌が、ボツリヌス菌の増殖を抑制する。市販の缶詰や、レトルトパウチ食品には、摂氏120度で4分間以上のボツリヌス、加熱殺菌が行われており、ボツリヌス症を引き起こすことは稀である。米国だと、 ボツリヌス食中毒は、症例の約15%に過ぎない最も珍しい形態で、産卵有量が低い食品の自家製、缶詰、瓶詰食品から生じることが多い。日本では、魚を発酵させた自家製の飯寿司による食中毒が1997年頃まで多かったが、自家製が減るにつれて飯寿司からのボツリヌス食中毒も、ほとんど報告されなくなった。 他には、さらに稀な感染源としては、酸味をつけず油漬けしたニンニクとハーブ、唐辛子、アルミ箔で包んでおいた焼きジャガイモやトマト、自家製で缶詰、瓶詰めした発酵魚がある。家庭で食物を缶詰、瓶詰めしたり保存する場合は、衛生、圧力、温度、冷凍、保管に注意するべきである。家庭での保管では、リンゴ、梨、カッカ、ベリー類など、 酸性の果物のみを瓶詰めするべきである。熱帯原産のフルーツやトマトは酸味が低いので瓶詰めする前に酸味を加える必要がある。低酸性食品は pH 値が4.6以上のもので赤身の肉、魚介類、花菌、牛乳、生野菜すべてが含まれる。低酸性食品と酸性食品の混合物の大半は pH 値が4.6以上である。 酸性食品の pH 値は4.6以下であり、果物、ピクルス、ザワークラウト、ジャム、ゼリー、マーマレード、フルーツバターなどが含まれる。トマトは一般に酸性食品とみなされているが、一部のものは現在、pH 値が4.6をわずかに上回っている。これは、一軸も同様である。そのため、これらを酸性食品として缶詰にする場合、レモン汁、または、 クエン酸で pH4.6 以下に酸性化する必要がある。適切に酸性化されたトマトとイチジクは酸性食品であり、煮沸感で安全に処理することができる。生のニンニクやハーブをつけてある油は酸性化させて冷蔵する必要がある。アルミホイルで包み焼きしたジャガイモは提供ないし冷蔵するまで温度を保つ必要がある。ボツリヌス毒素は高温で破壊されるため、 自家製の缶詰、瓶詰食品は食べる前に10分間煮るのが最良策である。細菌が増殖している食品を詰めた金属缶は細菌の増殖によるガス酸性のため外側に膨らむ可能性があり、そうした缶は破棄するべきである。熱処理された後、機密性があるはずなのにそうでない兆候が見られる食品容器は廃棄するべきである。ボツリヌス菌のみに汚染された。 缶詰食品は容器や食品に視覚的な違和感を起こさない場合がある。製造における十分な熱処理の保証及びそれ以降に汚染ルートがないことだけが食品安全の指標として使用されるべきである。ハム、ベーコン、ソーセージなどの加工肉にアショウ酸塩や硝酸塩を添加するとボツリヌス菌の成長及び毒素酸性が減少するが、そうした 添加物は発岩性であることが現在知られている。ワクチンは開発中ながら欠点があり、場合によっては危険な生来の活動に戻りかねないという懸念がある。2017年時点でより良いワクチンを開発する研究は実施されていたが、米国 FDA は抗ボツリヌス症ワクチンを承認しなかった。ボツリヌス症は一般的にボツリヌスの高毒素と 対象療法で治療される。ボツリヌス症の対象療法には呼吸機能の監視が含まれる。麻痺による呼吸不全は2から8週間の機械換気に加えて集中的な医療と介護を必要とする場合がある。その後、麻痺は一般的に新しい神経筋接続が形成されるにつれて改善する。一部の副部症例では医師が嘔吐を誘発させたり浣腸を用いて 消化管にまだ残っている汚染食品を取り除こうとする場合がある。総称は通常外科的に治療され毒素酸性細菌の供給源を除去する。ボツリヌス症の高毒素は受動免疫によって循環系のボツリヌス毒素を中和する抗体で構成されている。これはさらなる毒素が神経筋接合部に働きかけるのを防いでくれるが、 すでに罹患した麻痺を回復させることはない。成人では、ボツリヌス毒素の A、B、E 型に対抗するよう作られた抗体を含む3カの抗毒素が最も一般的に使用される。しかし、2013年に7カのボツリヌス抗毒素が開発され、米国 FDA によって承認された。乳児では、乳児が血清病を発症したり、馬由来タンパク質に対する、 持続的な過敏症を起こす恐れがあり、馬由来の抗毒素が使われない場合もある。これを打開するため、人由来の抗毒素が開発されて、2003年に、乳児没ツリヌス症の治療用として、米国 FDA に承認された。この人由来の抗毒素は、乳児没ツリヌス症の治療に対して安全かつ、効果的であることが示されている。ただし、乳児に対する馬由来高毒素の危険性は、 明確に確立されておらず、馬由来の高毒素が、乳児ボツリヌス症の治療に安全かつ効果的である、ことを示した研究もある。三カボツリヌス高毒素は、抗体全てが馬由来である。米国では、この高毒素が CDC を介して、地元の保健局から入手可能である。第二の高毒素は、七カボツリヌス高毒素は、脱馬のイグ抗体に由来する。 この免疫原性の少ない抗毒素は近期でない限り基地のボツリヌス症のあらゆる菌種に対して有効である。ボツリヌス症によって引き起こされる麻痺は2から8週間持続し、この期間は対処療法と人工呼吸器が生命維持するのに必要な場合がある。ボツリヌス症では罹患者の5から10%が落命する。ただし、 ボツリヌス症を放置した場合は40から50%の症例で死亡してしまう。乳児ボツリヌス症は一般に長期的な副疾患を持たないが治療関連の有害事象によって合併症になる可能性がある。入院中の乳児の死亡事案は2%未満である。世界的にボツリヌス症はかなり稀であり年間約1000例である。米国では 毎年平均145例が報告されている。このうち約65%が乳児ボツリヌス症、20%が創傷ボツリヌス症、15%が食中毒である。乳児ボツリヌス症は主に散発的で流行感染との関連はないとされるが、地理的に大きな偏りがある。例えば1974年から1996年に、 かけて、米国で報告された乳児ボツリヌス症全症例の47%がカリフォルニア州で発生した。1990年から2000年にかけて、米国疾病管理予防センターは自国における160件のボツリヌス症事案から263例の食中毒個別症状を報告し、その死亡率は4%だった。アラスカでは39%が発生し、いずれも 伝統的なアラスカ先住民の食品に禁するものだった。海49州では自家製の缶詰、瓶詰食品が70事案に関与しており、アスパラガスの保存が最多原因だった。2つのレストランが関わる突発事案では25人が罹患した。年間症例数の中央値は23で、年間事案数の中央値は14だった。アラスカ州、アイバホ州、 ワシントン州、オレゴン州で最も多く発生した。他の州はいずれも1000万人あたり1例以下の発生率だった近年、ボツリヌス食中毒と乳児ボツリヌス症の症例数はほとんど変化していないが、総症ボツリヌス症は特にカリフォルニア州でブラックタールヘロインの使用による増加が見られる。ボツリヌス症の高毒素や米国内の症例に関する全データは、 米国疾病管理予防センターによって毎年記録されており同ウェブサイトに掲載される英国で記録された最大のボツリヌス食中毒は1989年6月に発生した合計27人の患者が発病しうち1人が死亡した患者のうち25人は症状が出る前の週にとあるブランドのヘーゼルナッツヨーグルトを食べていた食い止める措置としては 関係する生産者によるヨーグルト生産の前提し、業者によるヨーグルト販売終了、ヘーゼルナッツ保存管のリコール、あらゆるヘーゼルナッツヨーグルトの消費を避ける、要一般市民に注意喚起などがあった。1958から1983年にかけて中国では986件のボツリヌス症突発感染があり、 罹患した4377人のうち548人が死亡した。サシネの作病1949年の第2次国境内戦後、チャプチャルシベジ治県西部にあるシベ里で、チャプチャル病と呼ばれる謎めいた薬病感染があることが判明した。その地方独特のフード病で根本的な原因は長い間不明のままだった。多くの死者が出て、 その場所から一部の人々を強制退去させた。1958年、専門家チームが保健省から派遣されてこの事案を調査した。実施された流行感染調査で、この病気が主に A 型ボツリヌス症であることが判明し、いくつかの症例では B 型だった。同チームはまた、ボツリヌスの供給源が現地の発酵穀物と豆と、 生肉食品であることを発見した。地域住民間で発酵技術の向上を促進して、この病気を排除した。1985から2015年にかけて、カナダで91例のボツリヌス食中毒症が確認され、その85%がイヌイットのコミュニティ、特にブリティッシュコロンビア州のヌナビクとカナダ先住民で伝統的に調理された。 海洋哺乳類や魚製品を食べることから発生した。2017年、ウクライナでボツリヌス症が70例あり、8人が死亡した。前年は115例で12人死亡した。ほとんどの場合、補修をや一般的な現地の飲み物のおつまみによる結果だった。2020年、ベトナムでボツリヌス症のいくつかの症例が報告された。 それらはすべて汚染された野菜のパテを含む製品に関連していた。一部の患者は生命維持装置をつけることになった。ボツリヌス症は多くの脊椎動物や無脊椎動物で発生しうる。ネズミ、ニワトリ、カエル、金魚、アメフラシ、イカ、ザリガニ、ショウジョウバエ、ヒルなどでボツリヌス症が報告されている。 ボツリヌス症による死はむね水鳥に見られ、毎年1万から10万羽の鳥がボツリヌス症で死ぬ。この疾患は一般にリンバーネックと呼ばれる。一部の大規模な流行では100万羽以上の鳥が死ぬ場合もある。アヒルが最も頻繁に感染すると見られている。米国西部とカナダの動物園内で起こるアヒルのボツリヌス症は西洋アヒル病として知られている。 ボツリヌス症は、商業飼育された課金にも感染する。鳥では、死亡率が数は程度から、群れの40%までと差異がある。哺乳類の家畜においては、ボツリヌス症は、比較的稀だと思われる。ただし、世界の一部地域では、最大65%という死亡率の流行感染が牛に見られる。大型製の大型動物では、横がかんばしくない。牛では、 よだれ、落ち着きのなさ、不正肺、尿の保持、塩化障害、胸部オーガなどの症状が出る場合がある。一般にオーガ性の動物は、非常に死と隣り合わせである。羊では、よだれ、小液の微空排出、硬直、胸腸運動失調などの症状が出る場合がある。腹式呼吸が観察される場合もある。病気が進行するにつれて、死士が麻痺して死に至る場合がある。 特に、アフリカ南部では、臨血棒の牛が、クロストリジウム毒素を含む骨や腐肉を摂取し、結果的に発酵や麻痺性疾患を患う傾向がある。馬の臨床兆候は牛に似ている。筋肉麻痺は進行性で、一般的には、子から始まり、徐々に前足、首、頭に移動する。死亡は、一般的に、初期症状の24から72時間後に起こり、 呼吸麻痺の結果である。いくつかの子馬は他の臨床兆候がないまま死亡で発見される。ボツリヌス菌、C 型毒素はイスピロヘータの病院とみなされており、北欧の雨季及び暑い夏に発生する馬の状態である。主な症状は咽頭麻痺である。飼い犬は鳥の死骸、または他の感染した肉内にあるボツリヌス C 型毒素内死骸法を摂取した後に、 全身性毒素欠症を発症する場合があるが、一般的にボツリヌス C 型のより重篤な感染症状に耐性がある。筋肉麻痺は心臓停止や呼吸停止によって死に至る可能性がある。豚はボツリヌス症に対して比較的耐性がある。報告された症状は食欲不振、飲み込めない、嘔吐、動向拡張、筋肉麻痺などである。 課金や野鳥では通常、足、翼、首、まぶたに歯間麻痺が見られる。また毒性感染症状がある、ブロイラー鳥は過剰な尿酸脂を含む下痢を催す場合がある。ありがとうございます。